サウスダコタ級戦艦はアメリカ海軍が建造した戦艦4隻の艦級。もともとは1938年度の予算でノースカロライナ級戦艦2隻を追加割り当てしようとしたが、海軍は新しい設計の戦艦を求め、1937年3月に設計が始められた。先に計画されたノースカロライナ級では実現できなかった。 対16インチ砲防御を施し、上部構造物のコンパクト化により全長は15メートルも短くなっている。1938年に3隻と1939年に1隻が発注され、1939年に3隻と1940年に1隻が寄港し、1942年に4隻全艦が収益した。第二次世界大戦中盤。 高速戦艦が最も必要とされる時期に全艦が収益したため太平洋、大西洋の両戦線で活躍。最終的には全艦が太平洋に投入され、ノースカロライナ級と共に空母機動部隊の護衛任務やガダルカナル島をめぐる戦いでの水上戦闘など対日反抗の正規から活躍した。全球ノースカロライナ級で弱点とされた。 防御力の改善を図るべく、船体を前後方向で短縮して、被弾面積の減少を図り、またバイタルパートを集約した集中防御方式が採用された。しかし、設計時には、第二次ロンドン海軍縮条約の基準排水量3万5000トンで、米議会が排水量制限され、パナマ運河通行のための全幅33メートルという制限により、 それでも、なお対弾性能は満足のいくものにならなかったという。集中防御の徹底と前兆を切り詰めた設計は、ヤマト型戦艦と共通するものであり、日米両国の技術者がその類似性に驚いたという逸話がある。前兆が従順洋艦並みの短さになったことで、速力の低下が懸念されたが、機関の増強により、カタログスペック上はどうにか27ノットが確保された。 本級は純粋に艦隊決戦用に設計された最後のアメリカ戦艦である。工房べてにおいて高い次元でバランスが取れた条約型戦艦の傑作と評価されている。本級の特徴であり、前のノースカロライナ級との大きな相違点である、戦隊構造は軽量化のたまものである。環境構造自体は全級と同様であるが、 煙突が小型化され、環境直後に設置された、結果、非常にコンパクトなスタイルとなった。基準排水量3万5000トンで、コロラド級0艦のマーク、56インチ45後継法の対16インチ法用の防御を達成した。しかしながら、船閣重量を減少しその分を走行の強化に当てるために15メートル短縮された、船体は、結果的に、 高速力を発揮しにくくした船体でもあった。特に、艦首部の浮力が著しく低下し、盛大な艦首派を作ることもしばしばであった。対戦末期に、神風対策で艦首部に4 0ト、mm、ル4連装機関砲が搭載されると、ただでさえ低かった両派性は恐ろしいまでに低下し、高天時には相関に相当な支障が出るほどであった。また、船体圧縮と、 走行強化の結果、居住性は著しく低下した。平時でも低い居住性だったものが、搭載物が色々と居住区画に積まれた戦時ではさらに低下した。上級士官用の部屋までもスケールダウンを余儀なくされた。なお、一番艦サウスダコタには艦隊機関設備を、他の三艦には船隊機関設備を設けている。また、完全体のデザインは、 真珠湾攻撃後のテネシー級戦艦のテネシー、カリフォルニア領艦とコロラド級戦艦のウェストバージニアにも取り入れられた。主砲は、ノースカロライナ級戦艦に引き続いて16インチマーク6型砲が搭載され、広角砲も引き続き5インチ38、後継連装砲が搭載された。ただし、サウスダコタのみは、 艦体機関設備を設けた関係で兵装の一部を搭載できなくなった。中心となる方向兵装に関しては、ノースカロライナ級戦艦と全く同一と言っても良い。相違点としては、手法防御について、天外の装甲が強化された代わりに、側立て装甲は若干弱められた。対空兵装は、 当初は 28mm4 連装機銃と 12.7mm 単装機銃のペアが想定されていたが、竣工時は 40mm4 連装機関砲が追加搭載された。大戦中は随時対空兵装の更新に努めたが、各間により微妙な差異がある。例えば、マサチューセッツは大戦中、軍令通りに 40mm4 連装機関砲を18機計72問を、 搭載したが、他はそれより少なかった。また、20mm 基準の搭載数も管によって異なるが、40mm4 連装機関砲搭載と、引き換えに搭載数を若干減らしているのは共通である。いずれの艦も艦首部に 40mm4 連装機関砲を搭載したが、その代償は、船体の項目で述べた通りである。 ノースカロライナ級と最も異なる点として垂直防御が挙げられる。全級はあくまで14インチ法に対応した防御しか施されていなかったが、サウスダコタ級では、初めから対16インチ法用の防御方式が取られた。モンド戦防御全級の外装式から内装式に改め、縦角壁上に垂直防御が施された。重角壁のうち、 走行のある部分とない部分ははっきりと段差がついている。というのも、尖閣重量の軽量化の観点からこの段差を埋めなかったからである。このため、火の当たり方によっては、客船のプロムナードデッキのように明確な段差を確認することができる。外反は ST、STS プレート 32mm 内装走行は、上部と下部に分けられ、上部は 310mm 厚。 株も上の部分は 310mm 厚で一部は 152mm、下の部分は最も薄い部分で 25mm、19度、傾斜して張り、装甲の裏面には STS プレート 22mm が結合されていた。水平防御はノースカロライナ級と似通っており、中央部分の装甲が4層に分けられている点が異なる。装甲圧は上よりメートル。 1 2 7ト、mm、ル1 9ト、mm、ル1 6ト、mm、ル8ト、mm、ルとなっている。太陽防御はコロラド級戦艦のマーク56インチ45口径砲では17,700から3900ヤード。本艦のマーク66インチ45口径砲では2500から26,400ヤードである。水中防御はノースカロライナ級と同様。 t n t 3 1 8ラムの魚雷弾頭に対抗できる設計となっている。ただし、バルジは垂直防御同様内装式に改められた。見え底であるという点も全球と同様である。しかし、1939年に衝撃吸収能力は全球より劣っていたという試験結果が出た。液層区画を改正されたものの、なお不十分とされ、結局は、 完全解決されることはなかった。ノースカロライナ級と同様だが、船体が寸胴になった関係で、機関出力は全球より1万馬力引き上げられた。もっとも、排水量の関係上、機関そのものより、機関や手機をパワーアップさせて、相対的に機関出力を向上させた。試運転では27.8ノットまで可能だったが、対空兵装などの装備増設で、 排水量が増加し、1945年には27ノットで低下した。姉妹艦のアラバマは42,740トンの時に133,070馬力で27.08ノット、44,840トンの時に135,420馬力で26.7ノットを発揮したという、ありがとうございます。